今日のコメント、この調子で SV のキャラたちどんどん登場してほしいな。そうですね、アニメでは出ないキャラとか今まであったから、今回はゲームキャラみんな出てきてくれると嬉しいですね。どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？新シリーズ面白いですよね。そこで今回はリコのお母さんは絶対美人説について話していきたいと思います。てか関係ないけど、みんな普段はどんな歌聞いてる？よかったら教えてくれると嬉しいな。というわけでよかったら最後まで聞いててください。ついにハルカット初となるラインスタンプを発売しました。全16種類で使いやすいので、概要欄に購入 URL が記載されているので、ぜひ使ってみてね。リコのお母さんは絶対に美人、その姿が衝撃的だった。今放送されているアニポケ新シリーズは、主人公がリコとロイで、2人はライジングボルテッカーズという組織の仲間に加わり旅に出ています。先週の回でライジングボルテッカーズはついにパルリア地方に到着し、これからリコの実家へと向かうんですが、予告ではリコの家とリコのお父さんが映っていましたよね。僕はあらすじ書かれていたアレックスという名前とリコの見た目的にイケメンでごつい感じのお父さんを想像していたんですが、意外にもその見た目はメガネをかけており優しそうな男性でした。性格はリコと似てそうですが、顔はあまりリコと似ていませんよね。でこのリコのお父さんを見て思ったんですけど、まだリコのお母さんって出てないじゃないですか。リコがあんなに可愛くてお父さんがこの容姿なら、リコのお母さんはかなり美人なんだろうなと思いませんか？この通り今までの過去のシリーズのヒロインのお母さんたちもかなり美人な人ばかりでしたからね。結構ヒロインのキャラはお父さんというよりかはお母さんに似ている子ばかりですよね。なのできっとリコのお母さんもリコと同じで可愛らしくもあり美人なんだろうなと僕は思いました。まあ主人公の親はどっちかしか出てこない時があるので、リコのお父さんは出てお母さんはアニメに出てこない場合ももしかしたらあるかもしれませんが、ぜひ登場してほしいですよね。みんなはリコのお母さんはどんな人だと思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでリコのお母さんは絶対美人説についてでした。ちょっとでもこのスターチャンネル登録、シコボボタンよろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。